ボスファミ。おはようございます。恵比寿です。長野にこれから向かいます。撮影です。おはようございます。寒いで中に中に、はい、滑れるやつ。もうなんか初リフトですが、リフト初めてですよね。スキーが初めてです。楽しそう。わあ、わあ。一回滑った感想を。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。早かったですよね、最後の。早かった、早かった。どこ一番使ってる筋肉？足、首らへん。2人が逆をでいいですね。お！お、うまくいった。思ったより。あ、そういうこと？滑れました、ちょっといい感じよ。何だっけ、多分ゴーグルしたら全然違うよ。眩しい。スキーを滑り終わります。今からソリに行きます。めちゃめちゃ暑いです。今いい天気だし、はい、ソリです。散々滑らされること計5回目です。今僕は自撮りしながら滑らなきゃいけないらしくてですね、今日すごくいい天気でですね、見えますか後ろの景色とか。ああ、どうしたらいいんだろう。ああ、はいはいはい、めちゃめちゃ綺麗です。人生初めてのスキーがこういう天気で良かったです。意外と滑れました。ターンかもできたりとか、できたのか分かんないけど、こう坂道を登っていると、こう途中でございます。ソリで今から滑って行きたいと思うのですが、お母さんと子供ちゃん、子供さんかな、のでいけないかもしれないけど、おお、待って、行きまーす。
顔やば。顔が。顔いて。顔いて。また顔すりたい。いいね。21歳の抱負を。21歳。人に迷惑をかけない。21歳でいたいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。はい。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。